ただいまから茨城県で戦没者追悼式を挙行いたします。本県におきましても県民各位の英知と怠慢努力により目覚ましい発展を続けているところであります。しかしながら戦後70年が経過し戦争を体験された方々が少なくなるとともにご遺族の高齢化も進んでおります。私たちは悲惨な戦争の記憶を風化させず平和の大切さを次の世代にしっかりと語り継いでいかなければなりません。私は平和な日本に住み暮らしていることに感謝するとともに先の大戦を教訓とし御霊のご意志を心にしっかりと受け止め恒久平和の確立のため微力ながら尽力することをお誓い申し上げます。今や国民の8割以上が戦後生まれで戦争を知らない国民が多数を占める今日我が国の平和と繁栄の陰にどれほどの尊い犠牲や残された家族の悲しみがあったのか遠い歴史の彼方に忘れ去られようとしております。私たちの子どもたちに常日頃からやはり戦争のこととかお話引き継いでいきたいと思います。なんかあのね今までになく厳粛な感じで70周年という感じしました。で若い方もねあの喧嘩なさったのでだんだんにはそういう風になっていくのあのね暗く少しずつでも若い人が気持ちついていただければと思いました。高浜市佐藤達夫さん、北井原市菊池達夫さん、